中辺地67の道しるべを過ぎたところにある休憩ポイントです。自動販売機や土産物売り場までありますね。果てなし山脈を背に梅の花が咲いています。さてここから伏尾神王子へと向かいます。今までの山道と違って、この辺りは人々の生活の気配が感じられて、少しほっとします。やはり一人で歩くのは少し心細いですね。すぐ向こうに壁のように連なる山々、池ども池ども続く山々にいつしか果てなし山脈という名が付けられました。果てなしという言葉に古の人々の苦しい暗夜の様子が垣間見えて胸が熱くなります。当時の熊野詣に比べれば現代の私たちの熊野詣はなんと安全になったことでしょう。のどかな集落の間を歩いていきます。
道しるべがありました。伏尾神王子まであと300メートル、もう少しですね。果てなし山脈を解説する掲示板がありました。富士山のようにそびえる大きな山、百膳森山、地元の人は三里富士と呼んでいるそうです。道が左右に分かれたところで、ふと見ると標識が。迷う人がいないよう、ちゃんと整備されています。登り道です。冷たい風を感じながら、ゆっくりと登っていきます。さすがに少々息が上がってきました。やがて下り道となって、ほっとしながら歩いていくと、目の前に伏尾神休憩所が現れました。ちょうど良いところにあって助かりました。ふと辺りを見渡すと階段があります。上がっていくと、なんとそこが伏尾神王子でした。その昔、和泉式部が遥か彼方に見える熊野本宮大社を喜びのあまり伏尾神だという言い伝えから、伏尾神王子という名がついたと言われています。
次回は三軒茶屋跡を目指します。